ヶ月豪華ぶりの勝利でしょうね。この引き分けの数々をお届けしたことになります。でもまあ、我慢強くて戦わないと勝ちきれないといけないので、まあ、これ、セレッソ大阪勝ちで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 勝点がなかなか入らないので疲労が進んでいますので何とかマネするために無視無視されてくれその人がそうですね、攻撃的な結果を刺すと実際できないので、はい、でも朝月やんその中でプレーマラ選手のコースしないでね選手前の選手がうまく詰めてくれたなと思って、ダラダラできて、まあ、皆さんの選手でした。決めていただきます。いや、素晴らしい。結果すごく楽勝でジャンプになりましたが、皆さん、それでも、この一瞬で、前のセレッソ大阪、ジェームズ・エドさんに2回勝ちしました。これからも優勝を目指していきたいので、温かい応援よろしくお願いします。